オゼッラ FA1E は、オゼッラスクアドラコルセが1983年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カー。デザイナーはトニー・サウスゲート。FA1E はアルファロメオ製エンジンを搭載した初の車であり、技術的に問題があり、信頼性に欠ける車であった。完走したのは3度のみで、いずれもポイント圏外であった。グスタフ・ブルナーは FA1E を1983年シーズンにおける最悪の車だと評した。アルファロメオ製エンジンを使用するという決定は、従来のコスワース DFV エンジンはもはやフェラーリ、ホンダ、タグ・ポルシェのターボエンジンと競合できなかったことから実現した。コスワースは1983年中頃から新型のより強力なバージョンであるドフィーを提供していたが、DFV より20馬力から30馬力ほどしか上回ることができず、しかも開発コストを負担した一部のチームにしか提供されなかった。オゼラはそれらの中に含まれなかった。オゼラはアルファロメオから旧型の自然吸気エンジンを受け取った。これを搭載した FA1E は過渡的なモデルであり、ターボエンジン搭載の FA1 回が投入されるまでの場つなぎ的役割を果たした。FA1E は前作の FA1D とは異なり、コスワース DFV 型8気筒エンジンに代わって、アルファロメオ 1260V 型12気筒エンジンを搭載した。しかしながら、エンジン以外の部分はほとんど同一であり、モノコックやサスペンションも同じで、ボディパーツも同様であった。改修を担当したのはトニー・サウスゲートであった。アルファロメオの ティーポ1260は 3.0 リッターの自然吸気、バンク角60度の V 型12気筒エンジンであった。このエンジンは1979年にアルファロメオのワークスチームが初めて実戦に投入し、82年まで使用したものであった。アルファロメオのワークスチームは1983年からターボエンジンを使用していたため、その後は使用されていなかった。エンツォ・オゼラは、自らのファクトリーで数台のエンジンブロックを引き継いだ。アルファロメオはもはや自然吸気エンジンの開発を停止していたため、その技術レベルは時代遅れのものであった。アルファの自然吸気エンジンのパフォーマンスレベルは、ドフィーに相当するものであったが、重量は DFV やドフィーよりも、相当重く、燃料消費も多かったためパフォーマンス上の利点は帳消しとなった。加えて、ティーポ1260は、コスワース製エンジンよりも信頼性に欠けていた。それまでのアルファロメオのファクトリーチームのように、1983年のオゼラはトラブルの大半がエンジントラブルであった。FA1E は3台が製作された。1号車は、FA1D から改修された。これは新しいエンジンを搭載して、その他の部分を調整したものであった。残る2台は新造された。そのため、1号車とは細部で異なる点が多い。FA1E の1号車は第4戦のサンマリノでピエルカルロ・ギンザーニに与えられた。そこから第8戦カナダまでギンザーニが FA1E をセカンドドライバーのコラード・ファビが FA1D をドライブした。ギンザーニは4戦で予選落ちし、唯一予選を通過した。デトロイトも4周目にオーバーヒートでリタイアとなった。両者が FA1E を使うようになったのは第9戦のシルバーストーンからであった。ギンザーニは新造された2号車を使用したがリタイアとなった。その後の6戦でギンザーニは3号車を使用し、5戦で予選通過したが、完走したのはオーストリアのみで11位となった。ファビは7戦で FA1E を使用し予選通過は4回、2度の完走を果たしている。オーストリアではチームメイトのギンザーニを上回る10位、オランダでは11位でフィニッシュしている。1984年で FA1E が使用されたのは1回のみで、ヨーガルトナーがセカンドドライバーとしてデビューしたサンマリノグランプリで使用された。チームメイトのギンザーニはすでにターボエンジンを搭載した FA1 回を使用していた。ギンザーニは予選落ちしたもののガルトナーは最下位の26位で予選を通過、決勝では47周目にギアボックスのトラブルでリタイアした。ありがとうございます。